はーい。まあさすがこれ出たのでかすぎるから、うん、これ出るの秒読めよ。いつものいつもの宝箱10個。あ、違う、なんか出た。妖艶な子口調これは森か。妖艶なのこれでタコ殴りするっていうね、妖艶さのかけらもない物理行為。宇宙初号機が貼り付けられるようになっちゃいました。どうも岡本です。はーい。これ誰よ、俺の初号機をこんな風にしたやつ許せん。はい、じゃあ、まあ今回なんですけども、新しい電動が出たそうなんで、ちょっとねその電動を引いていきたいと思いますが、この前ねバトルパスガチャを引こうと思ったのに、電動と間違えたの。電動のチケット3枚分課金しちゃったんですよね。アホ、マジアホ1ヶ月ぐらい荒野してなかったらもうその記憶が消し飛んでましたね。うん、何が電動かっていうね、辛いです、辛いです。まあその今回のお詫びと言っちゃなんですが、コンプしてやろうと、電動をね、電動コンプしてる姿を見せてやろうということでね、もう早速課金しちゃいます。んはい、5万円分です。これが俺の覚悟の表れよ。たった2万で当てるほど甘くないんだわ。甘くねえんだわはい、じゃあ早速見ていこうか。あ、なんだこれ。あ、ブラックジャックみたいなカラーリング。おー、説明が来ましたね。はいはいはい、なるほど。あ、いつもと違うルールだってことか。違うルールってこと。はいはい、なるほど。わからんまあ、まだ説明あるじゃない。もうごちゃごちゃ言わせん。俺にガチャ言ってなかったガチャ言ってなくて気になっちゃうじゃん。まあやりますか。はい、この電動では引きませんよ。覚悟は違う。あ、なんかあっちはまだあれだったんですとりあえず何からか見てみましょうか。お、さっきあったやつだね、これね。パラシュート。パラシュート？ん？お姉さん、これパラシュートって胸張って言えますかどう飛ぶねこれ。パラシュートとは。お、ええー、ね、これ。手越が乗ってそうな成金車来ましたね。お、女がいるぞ。足長。大谷と羽生の写真ぐらい感覚がバグるわ。私と何センチあんのこれ。オーラに分けてくれ。お、スーピーカラー。マジでこういうゴスロリの人いるよね。ちょっと怖いよね。うん、黒みちゃんのぬいぐるみ持ってストゼロなんですよ。お、銃もあるね。なんか左上の文字これ何これ。ん、これ電動じゃないってこと。あ、今回一番のやつだけが電動って。じゃあ今回の電動コンプっていうのはこいつ当たればいいんや。あ、了解了解。あ、エレガントな死体箱これなら死んでも相手は幸せだね。幸せなら OK です。まあでも幸せなら OK です。結構電動確率的だなこれな。幸せになれるかしら。というわけで説はこちら。パラシュート出るまで引く。検証します。オッケー、いくぜ。長期戦になるよこれ。オッケー。お、あ、これはそういうことか。説明聞いてなかったらあれだけどね。なるほどね。これ上のやつらに止まれば金以上確定と。あ、違う、真ん中の鼻に止まればいいんだ。はい、まあ理解したら当たんないんですけどね次次。オッケー、こんなもん最初当たるわけないな。そういうの俺が一番理解してる。うん、大丈夫。ただ2回目はどうかな。正直になれよなあ、体は正直だぞ。おい、ルーレット上行きたかってんだろ。あ、来たー。本当に来ちゃった。これこんなに早くパラシュート当たんの。それ理解できなかったわ。ありがとうございます。こんなに早くパラシュート当たっていいんですか。ああああおい、黒き羽のオディール。オディールってなんだこれ。わからん。え、どういう意味な。銃見ればわかるかな。わからなかったわからん。はーい。まあさすがこれ出たのでかすぎるから、うん、これ出るの秒読めよ。いつものいつもの宝箱10個。あ、違う、なんか出た。妖艶な子口調これは森か。妖艶なのこれでタコ殴りするっていうね、妖艶さのかけらもない物理行為。はい、行くぞ行くぞ、さっさとこっからこっから行くぜ。長期戦なんだから今日はもうそのつもりでいるから。その覚悟の5万課金よ。おお、来た、上来た、ありがとうございます。これめっちゃ確率よくない。なんで俺がこんな気前よく払った時だけこんなポンポン気まくれんないでもここでどこに止まるかが大事。あ、腹立つこれ最後に滑って狙ってるやつ外す感じ。シンクロ率飛鳥ぐらい腹立つわ。もうシンクロ率で長い間待たせたな。最後滑って外すやつ。次次、とりあえずじゃんじゃん引いていくしかない。そうして上に発展してくれ。うん、結構金のペースいいよ。うん、いい感じ。クソゴミ出直してこい。これまだ全然記憶出てるから、うん、期待はまだまだ消えてない。いくぞいくぞ。これ一番右にカウントされる時のここが腹立つわ基本これ10か9で他どれか一つやないこれだったら9連までルーレット予想いらないよ。箱10の時何見せられてるんだろうっての。これ普通に検証タイムだろ絶対今も検証タイム中です。あ、羽に止まれ止まれ。お、来る来た。 ありがとうございますがダメあー違った。あ、これも森。清楚の白鳥なのに物理で殴り倒す清楚のかけらもない武器でもだんだん絞れてきたからね。これも白鳥出るよ。いきます。ほらもう下3択じゃん。ああ単純に3分の1は、まあそんなわけもなく撃沈これまだそこ測ってないよな俺な。下の謎エモートも出てないから、まずそこが出ない限り上のパーシュートは出ない気がするわ。おいでマジキちゃんオッケー。これ20年ごと出てるやんね。気づいたんだけどこれ毎回50ごとに確定でしょ出なかった時に。それよりも全然出てるわ。白女、白女が先に出ましたね。まあやっぱ確率は本物だよねこれね。女の子ちっちゃい今までキャラの演出はちっちゃくないね。お見えない泣いたわ。大丈夫、金額出てるだけましょう。いくぜ。これ13個。はい、これは分かる分かってる。え、なんか今黒半と白半が待ってよ。え、これ初演じゃない？お、来た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 。おお、くそ熱い。これ激熱。ありがとうございます。熱い。関係なかった全然関係なかったこれ。ただの女でしたねてかなんか DM でさ、コウタのファンの女子大生がいるぞって最近よく DM 来るんだけどさ、俺に女子大生のファンなんているわけないだろ女子大生が名乗るやつがいてもネカマか写真さえか年齢差しろよ。うん、そもそも女ファンがいるか毎週これあ切れましたねこれ。え、どのくらいでしょうこれ。55とは確実に上のやつがでしたかぶりはないから多分200ぐらい天井かもしれないね。うん、ちゃんと天井まで引き切るという男の覚悟を向いていってくれや。羽が出なきゃどうにもならんでしょう。なんかキサラみたいな言い方しおっとっと、ベンベックマン怖いね。おお来たー、ありがとうございます。来た、全然似てないキサラのモノマネから来ましたね。まず上に行くことが大事よ。そっからそっから、うん、もう右は全て制覇してるから。おオッケー。何にも OK じゃん着々とパラシュート以外当たっていくんですけど、何これ何これ。俺でも確率を超えるぞこの2択。そしてここ確定。うん、圧倒的に確率は車の方が高いよ。それでも俺パラシュート当てられる自信がない。まずは確定。ここで車を出さずにパラシュートを出す。それが実況者、実況者の引きだよ。あ、ダメだひでえやこれ。もうやっぱ狙ってもらったら当たんないんだねこれね。スワンライクとかやつが出ましたね。月影の英訳はスワンライクか。皆さん残り3連天井です。天井カブツも俺3連当ててみせるよ。1連ずつ引いて、それが俺の唯一の抵抗だ。抵抗するぜ拳で。いくぞ魂の3連。大丈夫、ここで当てればもう俺は天井に屈しなかったことになる。はい、ありがとうございました。ここで出なければ天井で確定だ。それだけは許せない俺。もうダメ、天井で引くぐらいなのも実況者いいんだよ。こういうちゃんと引いてきたから実況者。そうだ、ずっと爆発続けてきた人生だった。うん、はい、パラシュートです。もう遠征いりません。パラシュートです。はい、パラシュートです。パラシュートです。ありがとうございました。はい、パラシュートです。はい、パラシュートでしたコンプしました。でも大変ありがとうございました。あ、ちょっと待ってよ。待ってこれごめん。おい、どうすんだこれ。おい、圧倒的計算ミス。これ5枚いらんかったよこれ。もう結局100枚と同じくらいチケット残ってるんけ。おい、どうしてこれ。どうしてこれ。どういう計算だ。俺2万金券チケット買えたのこれ。お小説に計算なんて求めちゃダメだこれ。しかも俺左下見てこれ。ここでもチケットもらえるわこれもらえる分さらに課金しなくてよかったわけでさ。マジで損してるこれ。チャージ課金ってなんだっけこれ。おい、ここでもチケットもらえるじゃないかこれ。おい、さらにこの分も無駄にしたってこと。ふざけやがって。せっかくなのでパラシュートを見せます。5万円分の価値があるかどうか見せよう。うん、こう選んだでいきます。オーケー、見てくれ俺のパラシュート。あ、これ療養でしたね寂しいこれ一人で乗って。お、寂しさを声にぶつけますよこれなにこれ。オーケー、行くぜ。残り4人とか俺やっちゃうよ。この辺とかいないな。オーケー。え、あ、これデュオにしないかんかったな。ああ、失礼いたしました。口頭作戦でいきます。オーケー。デュオでも一人じゃねえかこれ。お、どうなってんのこれ。パラシュートまた持っちゃねえかよ。パラシュート見ていってくれや。オーケー。一人デジャブですからこれ。こんな愛車の衝撃初めて見た。この辺からクソ銃になってるこれ。どこだよ。ぶちかまし、あ、どこ？ん？あ、いて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 、オッケーオッケー。はい、完全にボットでした。900票。ギリギリ5万いかないくらいで引けるからバカな書きはやめましょう。以上コメントでした。チャンネル登録、ツイッターもお願いします。ご視聴ありがとうございました。ツイッターに皆さん募集でぜひ登録してくださいね。